い、おはようございます。オレナです。今日はハワイは土曜日です。日本は日曜日ですね。後でオンラインのねレッスンやりますよ。ということで今モンサラット通りに来ています。あそこね有名なカフェですけどね。そして今これからあれです。今パイオニアサルーンでオーダーをしたのでそれを待っている間にこれを撮ろうかなというふうにやっています。結構ね皆さんこう向こう側もカフェたくさんあるじゃない。ボガーズカフェがすごい混んでましたねという感じです。今日いいお天気で暑いんですよ。モンサラット通り暑くてね。そしてあそこがダイヤモンドヘッド。あれダイヤモンドヘッドがあれなんですけど見え方がちょっと違いますかね。そしてそうそうそう、ここさあのスムージーのお店ですか、あったですよね。そうそう、ここほらスムージーのお店とかあるんですけども今はやっていないのか。何何映りたいの、何何、そういういるんだよねそういう人。そして今はこんな感じにオーダーはここでしまして、でですよ、それでピックアップをするのがこっちになってます。こんな感じになりましたね。お店の中に入れないようにしたんですあの何か出演しますか。いや別に、だってこんな厳重すぎてさ危ない人でさね。今普通普通、普通の意味がこのスタイルが、あこのスタイルが普通。私もマスクを持っていますよ。そうなんですよね。でここで立ってるともしかするとオーダーする人が来るからもう向こう行ってた方がいいのかもねという感じです。何をオーダーしたんですか。クリーミーチキン。あそうなんだ、初めて。もちこチキンじゃなくて、違う、クリーミーチキン。あすごい、続々とみんな取りに来ますよね。ほら続々と皆さん取りに来ていますね。ちょっと歩いてきましょうねでですね、私は何でしたっけ、ハンバーグのハンバーグステーキの、デミグラスソースで、ブラウンライスを頼みました。美味しいんですよ。この間ちょっとファスティング明けに食べ過ぎてドーンって来たんですけど、美味しいのでまた今日頼んでみました。で今日はね、久しぶりにブログを書いていて思い出したんです。もう昨日さすごいよく寝られたので、ね、で何をしたかというと、私ちょっとね疲れちゃって歯茎のところがすごくなんかシクシク痛んでたんですよね。それで夜どうしようってマッサージしてたんですけど、それをあれなんだっけ、カスタオイルだっけ、ひまし油でちょっと江戸川刑事のオイルを持ってきたので、それでねちょっとマッサージをしたんです、夜寝る前に。ものすごいね朝ねいい感じで、もう治っててすごいいい感じになったんですね。ちょっとおすすめです。あとちょっとなんかねハートの辺とかも痛かったのでちょっとそこにも塗って寝たらねいい感じでした。で夜寝る時も私はあれを着て寝ているんです。あれです、虹の天使のヘンプ麻 100% の、白いお洋服、あれを着て寝るようにしてるの。その具合悪い時はね、とてもいい状態で目覚めました。さすがです、あの衣装は。はい、で今日はレッスンがあるんですよね。あそうだ、ブログの話で、ブログですね。それで私ね、なんだろう、すごく違和感を感じていたことがあって、分かったんですよ。実はね、女性ってキッチンって女性のお城だったりするじゃない。けども、うちは漏れなく、まあ海外って漏れなく男性が皆さんご飯作るじゃないね。だから当たり前なんですけど、まあもともと彼が住んでいましたよね、先にね。だから彼仕様になっているわけですよ、冷蔵庫も棚もすべて。でもさ、わかる、ちょっと大きな声じゃ言えないけど、男性ってさ実はさあんまりキッチンとか好きじゃないじゃない。だからなんかさ、いまいちだったりするわけですよ、収納とかさ。
え、ありこんなのみたいなね。女性ってさすがにさ、女性の雑誌とかたくさん読むじゃん、結婚してすぐとかね。で今だってインスタもいっぱいあるから、あの綺麗に可愛く、そして効率よくっていうのがすっごい得意だったりするでしょ。でね、なんかさ、すごい程遠いわけですよ。あ、ちょっとごめんね、動画で言っちゃっていいのって思ったんですけど、言っちゃいますけど、男性はね、みんなそうなんですよ、多分。だからね、なんかそれがものすごい私ストレスになってたなっていうのをなんか改めて思っちゃって、お鍋とかもやっぱりちょっとこれはないでしょうみたいなのとかさ、さ、キッチンはしょうがないよね、借りてるお家だし、でもなんか工夫が必要とか思ったり、食器はね大丈夫になったのだけどね、もうちょっとね、なんとかしようなってちょっと思っているところです。頑張れ私ですよねそう、なんかね、気分乗らなすぎと思って作っても、うん、そんな感じでした。あ、それが原因だったかみたいなそうなの。それでね、なんか綺麗にさ、使いやすくとかするとさ、すごい怒られるんだよね。あれ、なんかおかしいでしょ、なんかそれでおかしいなとか思ったんだよね。うん、やっぱりね、奥様のお城ですよ、キッチンは。まあね、そういう結婚生活をしてなかったのかもしれないからね、一概には言えないよね。私とか思いっきり奥様だったからさ、あの奥さん業しかしてなかったわけだからね、しょうがないけどね。あ、ちょっと綺麗なお花咲いてるところまで行こう。まだ来ないと思うし、こっち帰り道だから追いかけてくるかなと思います。そうそうそうね、いろいろね、あの、あるあるです、50代の結婚っていうことをね、ちょっとね、ブログに書いてみました。で、今は、外出の制限出てるじゃない、だからいろいろ買ったり揃えたりができないから、あの、ちょっとね、あの、これが解けたら、あの、少しずつ揃えていこうと思います。まあ、なんて綺麗なお花が咲いているお宅でしょう。見てください、後ろプルメリアさんがなんて可愛く咲いているのは、素敵なプルメリア、ほら綺麗にね、枝っぷりがすごい綺麗で、私ちょっといらないかも、綺麗ね、素敵、可愛いわ、ということですね。はい、ちょっと待って、こちら側にね、そこだけあるんですけど、なんだっけ、なんとかガーデン、カピオラニ、クイーンカピオラニガーデンっていうお庭なんですけど、今まだね咲いてないんですけど、あそこにね、黄色いね、素敵なお花が咲くんですよ。ね、いいですよね。まあ、あの、で、そこが、カピオラニ公園がありまして、ダイヤモンドヘッドの頭が見えていると思います。で、そろそろ、できたかな。ということで、今日はここまでです。またね、プルメリアちゃんです。